手塩町手塩町は北海道北部の西海岸に位置する町。北海道内第2位の長さで北海道遺産の大が、手塩川の河口に位置する大ぶりなしじみの産地として有名。町域内に河口がある手塩川に由来する手塩川川口周辺の空中写真。海岸沿いを約1 0トル南流し、 手塩町の中心部付近で日本海へ注ぐ。1977年撮影の18枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。北海道北部のルモイ館内最北部、手塩が赤流砂岩に囲まれるように位置している。役場等のある中心市街地はこの川口部に位置し、 有心内集落は国道4十号線沿いに位置している。この漁師が一、集落に落農従事者世帯以外の住民の大半が居住している。手塩川川口はサロ別原野にかけて長く発達したサシによって形成された天然の防波堤により非常に良好であったこと、宮間の豊富な天然資源に恵まれていたことから、古くからアイヌ人等によって、 コタンが築かれ、白地及び交易の幼少地となった。江戸時代初期に和人が進出してくると、アイヌ人と和人との交易地となり、後に和人によって、手支保場所が置かれた。明治期には、北方警護を兼ねた農業地開拓事業が実施され、東北、北陸地方などから多くの開拓民が入植した。また、手塩川の流域の森林や、 開拓地から切り出して、収運等によって運搬された木材等の集積地となり、材木問屋の支店街並び木材産業が栄え、江戸期以来伝統のニシン、酒マスなどの漁業を営む者、海運業者、各種商工業者が進出し人口が増加、軍役場、警察、営林所などの各行政施設も置かれ、道北における中核都市の一つとして大いに栄えた。 大正期に入り、現、宗谷本線が付設されると、周運による木材の集積地としての役目を終えることになり、また、開拓が進み森林資源が減少したことと、海外の値段の安い輸入木材の需要増加によって、林業は次第に衰退していくことになった。昭和期になり、町民悲願の鉄道が1935年に開通。鉄道の開通は、 消し用の文化水準、調整工場に寄与することになったが、戦争勃発により、青少年世代が兵役に寄り添われ、生産人口が減少し、また、昭和中期のニシンの水揚げ量の激減により、漁業が次第に衰退していった。そして、東北拡張村と同様、戦後高度経済成長期以降の大都市への人口流出による過疎が進行し、現在に至っている。 中心市街地には木材の集積地として、また、二芯量等の漁業基地だったこと等の各種産業が、かつて栄えていた頃の面影を残している。漁業、農業、林業の一時産業中心である。手塩町内の周廃業務は、098から33区域が、手塩郵便局、098から31区域は、有信内郵便局が受け持っていたが、2007年に、 いずれもホロノベ郵便局に移管された。その後、098から33区域については、郵政民営化後の2011年に、手塩郵便局内に新設された、郵便事業を問いネップ支店手塩集配センターに移管され、2012年の日本郵便株式、会社発足後は再び、手塩郵便局の集配担当区となった。098から31区域は、 現在も、ホロノベ郵便局の担当となる。廃止された鉄道かつては、国鉄羽呂線が通り、町内に、さらき駅、関田区仮乗工場、手塩駅、中川口仮乗工場、北川口駅、西ブリロウ仮乗工場、フラオ駅、作海市仮乗工場の駅、仮乗工場が設置されていたが、1987年3月に路線廃止されている。 札幌市とを結ぶ沿岸バス株式会社運行の都市間バスが新査通り6丁目に設置された手塩バスターミナルに発着するほか、同社の路線バスが町内各地に設置されているバス停に停車する。川口遺跡の縦穴式住居。ありがとうございます。